ちゃんは夕べの片付けを終えた時、弟は2階のゆりかごの中で、僕と親父は街頭テレビの空手チョップが白熱した頃に妹の誕生を知った。それから親父は占いの本と辞書と首一匹で実に1週間もかけて娘のために、つまりは極めて何事もないありふれた名前を見つけ出した。お七夜宮参り、夫婦は自画自賛、可愛い娘だとはしゃぎ回るけれど、僕にはひいき目に見てもしわくちゃの失敗作品、やがて彼女を訪れる不幸に胸を痛めた。兄貴として、妹の生まれた頃の我が家はお世辞にも豊かな状態でなかったが、暗闇の中で何かをきっかけに明かりが見えることがある、そんな出来事だったろう。親思う心に勝る親心とやら、そんなわけで妹はほんのかけらも惨めな思いをせずに育てられた。ただ顔が親父に似たことを除けば、七五三新入学、夫婦は狂気乱舞、赤いランドセルしょってかしょわれてか、学校への坂道を足元ふらふら降りてゆく一枚のスナップが今も胸に残ってる。兄貴として血筋か、妹も足だけは速くて、学級対抗リレーの花形で、もっとも親父の応援の凄さに相手が気遅れをして、ずいぶん助けられてはいたな。これも我が家の血筋か、かなりの演技派で、学芸会でもちゃんと役をもらった。親父の喜びは言うまでもない、たとえその役が一寸法師の赤鬼の役であったにしても、妹を再起反発、夫婦は無我夢中、反抗期を過ぎてお赤飯を炊いて、中学に入れば多少女らしくなるかもしれぬと家族の淡い期待にあっさり裏切られてがっかり。兄貴として、妹の初恋は高校2年の秋、相手のバレー部のキャプテンはよくあるケース、結局言い出せるはずもなく枯葉のごとく散った。これもまたよくあるパターン。枯
彼氏の一人もいないとは情けないと、親父はいつも笑い飛ばしてはいたが、時折かかる電話を一番気にしていたのはどうも親父自身だったろう。危険な年頃と夫婦は疑心暗鬼、些細な身の音も言葉に揺れていた。今は我が家の一番幸せなひととき、も少しこのままいさせてと祈っていたのでしょう。親子としてある日、一人の若者が我が家に来て、お嬢さんを僕にくださいと言った。親父は言葉を失い、頬染めうつむいた。いつの間に綺麗になった娘を見つめた。いくつもの思い出が親父の中をよぎり、だからついあんな大声を出させた。初めて見る親父の狼狽、妹の大粒の涙、家中の時が止まった。取りなすお袋に取り尽くしまま絶えず声を震わせて、親父は煙を吸った。けれど妹の本当にいた時、目を閉じ深く息をして、小さな声で、わかった娘はくれてやる、その代わり一度でいい、奪ってゆく君を、君を殴らせろと言った。親父として、妹の選んだ男に間違いはないと信じていたのもやはり親父だった。花嫁の父は静かに娘の手を取り、祭壇の前に緩やかに立った。ウェイディングベルが避暑地の教会に鳴り渡るとき、僕は親父を見ていた。紛れもない父親の涙の行方を僕は一生忘れないだろう。思い出を抱
の中僕は今までで一番綺麗な妹と一番立派な親父の姿を刻み込もうとしている。